時間になりましたから始めましょう。おはようございます。今日は特別講義、この今学期の締めくくりとしてエイリスさんに来ていただきました。あのジャパンビジネスコンサルティングも完璧だと思いませんか。このクラス の, あのレクチャーをしていただくのにもう本当にありがたいです。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さんよくメモ取ってレポートを書いてください。おはようございます。まず高橋先生も多分4回目で招待されているのでありがとうございます。初めて多分2017年そうでこちらのセミナーでお会いして、 その後に招待していただいたりだと思います。皆さん初めまして、あのエリヒ、ドイツ出身なんですけれども、エリックでもアメリカはほとんどエリコを呼ばれているんですけれども、まあ、ドイツ語の発音でエリヒということで、であの私、その日本に対しての輸出コンサルティング会社を経営しておりまして、今日はちょっと日本とアメリカの会社の異文化について簡単に30分ぐらい説明して、その後はちょっと Q&A と、もしご質問がありましたら、もう皆さん日本語と日本のビジネスにご興味がある場合であれば、まあ、個人的な経験できる範囲でいろいろお答えしたいと思っております。で早速ですけれども、あの皆さんのバックグラウンドを少し分かるために、すでに日本に行ったことある方手を挙げてください。1、2、3、4、日本に行ったことがある人、日本に行ったことある方は、半分くらいですね。1ヶ月以上日本に住んだ人は、あ、結構は1人ですね。1年以上住んだ人1年以上日本人ですか。ということで分かりました、大丈夫。で早速ですけれども、ちょっとプレゼンテーションやりたいと思います。一応あの中小企業向けの日本への輸出コンサルティングをやっておりまして、まあ、こちら簡単に米国の中小企業が日本市場につながる支援をします。で、まあ、3つのパターンで e コマース、あとは代理店卸業者探しと、ジェント、日本貿易振興機器の、まあ、こちらの代理、南フロリダの代理しておりまして、そこで日本で事務所、オフィスを作るためにの支援といろいろ提案をしております。で、日本とアメリカの会社の異文化についてちょっと簡単にあの、まあ、クイズみたいな、ことなんですけど、意思決定のスピードはどっちの方が速いと思います？日本の方が意思決定が速いか、アメリカの方が意思決定が速い？アメリカの方が速いと思います。結構当たり前ですよね。そうですね。でそこであのアメリカの場合だと上司は責任を持って部下に自由に与え、意思決定が速いということですね。あのつまり部下にもリーダーシップや決断力が認められていることになる。で日本の場合は一般的に役職を追って、ですね、意思決定も多数のミーティングや、書類準備に、追われて比較的に決断が遅れていることがあるということですね。ということはあの例えなんですけれども、一回私、医薬会社で仕事をインターンシップしたことがあるときにはCFO がいましたよ。もうその金融関係の責任、もう最高的な責任者がいて、でそこで予算の話がありました。もうバジェットプランニングですね。でそこでマーケティング担当に、中村さん、この予算で大丈夫ですかって言ったら、その中村さんが、難しいかもしれないですね。ということはあのその CFO さんが同一人だったので難しいという意味は、あ、難しいけどまだできるということなん で最終的にはそういうまあちょっとコミュニケーションのギャップがあって、難しいと思っているドイツ人がまだできるということで、難しいを言う日本人は絶対無理ということなんですね。でそこはそういうギャップがあるんですね。で そこはやっぱり、意思決定のやっぱり、ニュアンスで そういうことわからないと、特に、まあ、日本の方がその意思決定の方がやっぱり比較的に遅いんですね。で次は、個人とグループの責任
これもちょっと当たり前のことなんですけど、個人の責任が多い、国はアメリカですか、日本ですか、どっちだと思います？アメリカですね、個人ですね。それも当たり前のことなんですね。でそこでも、まあ、先ほどの例えなんですけれども、誰かに直接質問を聞いてこれで大丈夫ですかというと、ほとんどあちょっと検討させてくださいの答えが出てくるんですね。日本の場合は、アメリカの場合は、うん、はい、できますとか、もう結構積極的に答えが出てくるんですけど、日本の場合だと個人責任あまり持たないようにみんな気を使ってるんですよ。ですので先ほどの例えで難しいという答えもやっぱりもう具体的な、はい、できない、 できるという答えをしたくないのはやっぱり日本の、まあ、伝統的な、文化であることですね。で時間やっぱりあの Q&A にも、ちょっと十分時間があるようにしますので、ちょっと結構、はい、早く次に、進みます。結核と家庭の評価ですね。あの ROI という言葉が非常に大切、まあ、ビジネスで非常に大切なんですけれども、ROI をその、まあ、家庭プロセスに比較して ROI が最も大切な国は日本ですか、アメリカですか？アメリカ。当たり前、そうですね。確かに。そこもやっぱり、最終的に結果が出るならアメリカの場合はどういうプロセスを使っても、まあ、大体大丈夫、まあ、法律的に問題がなければ。日本の場合は ROI よりやっぱその過程、そのプロセスがしっかりしてる、やっぱりきちんと過程を計画して時間をとってあんまり失敗しないように、その ROI とか結果が出るなら一番認められてるんですね。でアメリカのは Don't work hard, work smart の形でやっぱり、まあ、結果があればどんなプロセスも、まあ、ほとんど認められるということですね。でリスク管理、やっぱりリスクを言うとリスクしもそのリスクがあっても大丈夫な国はアメリカですか、日本ですか？アメリカですね。リスク管理を言うと、例えばプロジェクトで 50% から 70% 程度の可能性であればできるということ。だけどできないリスクがまだある、結構あるんですね、アメリカの方で。でそこで、まあ、100% のアウトプットができるように、すいません、全力を出すんですね。で日本の場合は 100% にも完璧に近い状況ではなければできるということは言わないですね。ほとんどちょっと検討させてください、またお答えしますということですね。それも日本の場合はやっぱりそのミスとリスク、その不安に関してやっぱり気を使っている国なので、まあ、アメリカはそのリスク管理、まあ、言うにってちょっと痛くないんですけども、もっとリスクを取っても大丈夫というビジネス文化があるんですね。あとチーム構成とコミュニケーションなんですけれども、ちょっとピースなしにします。ここは企業内も複数の国籍や、先ほどちょっと連れていただいた方と一緒に話したんですけれども、やっぱりアメリカ移民が多いので、私ももともとドイツ出身で7年前にこちらに来て、でいろいろ、まあ、勉強しないといけないことがあって、やっぱり文化的にやっぱアメリカもちょっと違うんですよ。しかしこちらやっぱりいろんな国籍の人がいますので、やっぱり自分の意見を言って他の人の意見を言って、やっぱりもうたくさんの意見の影響を受けるんですよ。日本は意外と多民族なのでそんなにたくさんの意見がないんですよね。だからもうほとんど決まってる意見が
多いのでルールも決まってるし、まあ、移民は少し増えてきたんですけど、もちろんアメリカほどではない。でもアメリカは、まあ、移民の国なので移民の、でここまで経済的にも成功してるんですけれども、やっぱりそこは、チームとしてやっぱりあのこちらも空気を読むって書いてあるんですけど、空気を読む、多分あの KY っていう言葉を聞いたことある方います？ KY、 わかります？ KY は空気読めないということで、ほとんどの外国人が KY になるんですね。私も日本行ってもう KY 何回も呼ばれたことあるし、 AKY もあの呼ばれたことある。 AKY は改めて空気読めないということでですので、最初はやっぱりその多民族の環境の文化に入ってくると、本当に何をすればいいかでも聞かないと全然わからないですよね。みんなも無言で当たり前なルールでもう分かってるんですね。例えば、まあ、一つの例えとして、どうか会社に入ってくると、大体日本人であればどの方がちょっとトップレベルの方、どの方が秘書レベルの方だとほとんど分かるんですよ。もう何も言わなくても、紹介してもらわなくても、もう空気を読みながら分かるんですよ。でそれがやっぱりアメリカの普通の意見と複数の文化があるのでちょっと難しいので、ちょっと違うんですね。そこで、チーム構成とコミュニケーションがやっぱりアメリカでたくさん口頭でコミュニケーションします。日本でもう口頭じゃなくて空気を見ながらノンバーバルコミュニケーションが多いということです。で会議の方なんですけど、会議の数はどちらの国が多いと思います？アメリカの方が多いか、日本の方が多いですか？日本の方が多い。そう、日本が多いです。なぜかというと、その不安に関して対応するためにはできるだけたくさん会議して、みんなが、はい、このプロジェクトはここまで進みます、で私が責任している部分ここまで進んでます、でみんなが、はい、納得して分かりました。日本でやっぱりそういう、報告をしないとみんなちょっと不安になってしまうので、できるだけたくさんの会議をするんです。あと、あのお客さん と、特にアメリカの会社で日本に輸出したい会社は、会議を日本の会社との会議を行くと、できるだけ決着か何か決定をしたいんです。じゃあ、 契約サインしますかってすぐそういう話をしたいんです。しかし日本の会社は会議を決着のために開催するんではなくて、メッセージを伝えるためなんです。我々が会社内でこういう決断をしましたので、こちらのメッセージをお伝えします。以上です。でそこでアメリカ人が、ああ分かった分かった分かった、けどもう契約をサインしましょう、ああちょっと検討させてください、で日本人が答えてくるんです。でそこでアメリカ人がほとんど、まただって、もう会議せっかくあったので、なんでこのメッセージをメールで送ってもらわなくて、ここで決断しましょうよっていう意識がすごい強いんですね。だからそこもなんか異文化の強さがあるんです。日本はやっぱり会議がうまく進みながら、もうその流れで決断するんですけれども、まずは社内でもう団体全員で決断してから会議を開催して、そこでまあちょっとオフィシャルにメッセージをお伝えします。で、技術と人間関係なんですけれども、そこもちょっと一つの、語ることがあるんで、最近もちろんコロナウイルスの関係で、そのテレワークがもう世界中に増えてきたんですけれども、ちょうど昨日、日本のあのジェトロの、所長さんと、副省長と、話して、比較的に日本の企業がテレワーク、まあ、認められてないというか、あんまりやってないんです。なぜかというと、日本人が職場にいないとサボってる、仕事してないというイメージがまだ強く残っています。
東京はちょっと違うんですけど、東京から地方とかに出るともう9割の、会社がもう出勤して、まあ、オフィスに戻っています。ということはやっぱりその技術に対して興味があるんですけれども、その世間体、その世間体はソーシャル、英語で言うとソーシャルプレッシャーなんですけど、非常にあるんですね。だから家からあの Zoom で会議に参加しても、実際に会議室に入るとやっぱり違う雰囲気、全くあのそれぞれの会社の違う意識があるんですね。でそこでもう一つ、将来的には、多分皆さんあの日本とのビジネスどういうポテンシャルがあるかというと、そのデジタル化、今の日本企業がまだデジタル化が進んでないということで、あの倫理書を聞いたことあります？倫理書は紙でプロジェクトがあって、でまずは例えばあの新しいパソコンを買いたいという、まあ、プロジェクトがあって、でそこで、買いたい人が、まあ、ハンコを押すんですね。で次に上司に行くんです、その紙が。で上司が、ん、何したいの、ああパソコン買いたい、ああそうだね、もう古いんだから、まあまあ大丈夫 OK。 で次にその上司の上司に行くんですね。で社長様で行くん でその紙が、まあ、私も10年間日本の伝統企業に、仕事したことあったんですけど、まだデジタル化させてないんです。もう本当の紙なんです。だから事務所にオフィスにいないとそのハンコを押せないんですよね。ですので、そういう技術をどういうふうにうまく将来的に、日本の企業に織り込めるかというと、そのデジタル化を、進むとやっぱりポテンシャルがすごいあのたくさんあると思いますね。で労働環境なんですけれども、これがすごい伝統的な、日本の労働環境で、部長レベルですね、で課長レベルで、まあ、一般的な、まあ、社員大体、まあに決まってるんですね。こんな感じになります。でそこであの時間をフレキシブルに決めることができ、家にいながら働くこと、テレワークなども一般的に行われるということですね。オフィス内では個人のスペースがパーティションで、区切られ、一人一人に広いスペースが確保されているということですね。で日本はまあ先ほどの形でもうちょっと学校みたいにもう教室のようなセットアップがあるん でちゃんと、だから日本人がもう会社、どんな会社に入っても大体どんな人がどこに座ってるってもう分かってるんですね。だから部長が、あ、じゃあもうそちらの部長が、まあ、この、人事部の部長、これはマーケティング部の部長、これは営業部の部長で大体もう決まってるということですね。で転職なんですけど、あの転職はですね、そこも質問なんですけど、転職分かりますよね。日本の方転職しやすいですか、アメリカの方転職しやすいですか、どちらの方がいいですか。ですよね。なぜだと思います？日本ではなんかずっと同じ会社で、うん、そうです。けどなぜだと、なぜ同じ会社で、責任感もあるし、そうです、そうです。それもっと深く原因があるんですよ。金融的な原因があります。あの退職金制度が一番の理由ですね。アメリカの場合その401k、があるんですけど、それは会社をもう他の会社に移動して もう全然普通に同じ 401k は会社と関係なく移動できるんです。で自分のお金がじゃあ定年になったら、まあ、そのお金もらえるんです。しかし日本の場合はちょっとややこしくて難しくて、会社がその、退職金をあの管理してるんですよ。だからそれを他の会社に持っていくのはなかなかできないんです。だからもうエクスポネンシャルに上がってくるんです。特にもう最初の、まあ、3年目とかだったらまだそんなにないんですけど、
やっぱりどんどん、年取ってくると丁寧に近くなってくると、そこまでお金が貯まったらそこで移動するともうお金なくしてしまう。でもその自分の、丁寧のためにですので、あんまり転職しないんですね。しかしまあ最近もちろんその日本での転職も、増えてきたんですけれども、そこで特に、海外の企業はどういうふうに日本の、社員にアピールするかというと、まず給料の方が普通の日本の会社より高い。でもう一つは、まあ、ボーナスも、もらえるということですね。しかしそれはやっぱり、そのなんでそんなに転職しやすい安くないという原因の一つである。ワークライフバランスも大切ですね。ワークライフバランス、私はもう全部合わせて考古留学で、1年間日本に住んで、その後は、大学の企業研修インターンシップでまた1年間で、会社のために約3年か、まあ、5年ちょっと日本に住んだことあるんですけれども、でその私の元々の同期が日本のサラリーマン社会に潜りたいという、なぜか 今聞かれるなぜかちょっと、まあ、そういう、まあ、若い時にいろんな夢があるんですけれども、でその経験してやっぱりワークライフバランスという言葉を初めて聞いた。あ、そういうこともあるんだ。日本の場合だとやっぱり仕事は人生の全て、もうどこでもそうでもないんですけど、仕事は人生の全てだとすごい認められてるんですね。でどういう例えだというと、もし仕事がなければ家族も作れないって考えてる人がすごく多いんです。私は仕事がないと奥さんも、まあ、彼女もできない、 お金がないで結婚もできない、結婚式もお金かかるし、子供も作れない、子供も教育もお金かかるので、だからそういう意識がすごい強くあるんで、で今はもちろん変わってくるんですけど、すごい伝統的な考え方なんですけど、で昔はもしまだ私独身で彼女も奥さんがいなければ、上司に、あ、なんかお前彼女いないんだけど、なんか人事部のなんか3人の可愛い子さんがいるんだけど紹介するよ、で飲み会に上司に連れてもらうんですよ。でそのなんか合コンみたいな飲み会を開催して、でそこでじゃあどっちがいいってすごいプレッシャーを受けて、けどその本当に社内結婚が結構多いんです。多分、ままあ、もうほとんど、まあ、あるかどうかけど、私の会社まだその伝統企業まだありましたよ。当時まだ小松に彼女がいたんですけど、まだ独身だったので結構言われましたよね。だからもうあなたは日本人と結婚した方がいいよと言われて、私の嫁がエクアドル出身で日本人ではなくて、でそこで前の会社で仕事した時にはやっぱり、いや日本人と結婚した方がいいよと言われたんですね。でまあワークライフバランスをすることですね。家族や友達を過ごすプライベートの時間が非常に大切されているということで、で、やっぱりこちらは、まあ、英語で言うと work hard, play hard って、やっぱりその遊ぶのはやっぱり大切なんだけど、で仕事が終わったら仕事の人とまた遊ぶんではなくて、仕事が終わったら友達と家族と、まあ、個人のことを大切にするんです。その稼いだお金をそこで使うんです。日本はやっぱりちょっと違って、会社の人が友達になるんです。もう本当にそのグループ意識がすごい強くて、で、やっぱり花見や飲み会の文化がすごい伝統的にあるんで、それ会社で始まるんではなくて、大学、個人的な経験で大学とそれから高校で始まるんです。私、高校留学1年、愛知県の豊田市に留学した時には剣道の、部活をやってたんですけども、そこでクラスメートではなくてその部活剣道部の人と全てのことを一緒にやりました。もう本当にそれ剣道部の人が私の友達だった。もうクラスメートはクラスメートで、ただしそれが終わったら週末でも剣道部の人、まあ、もし
部活が終わったらその後でなんかとかで夕食一緒に食べたことがやっぱり部活の人とか、だからそこで始まると思いますね。それすごい強く、あまりその部活の人以外にそんなに接点がなかったです。まあもちろん少しあるんですけど、で会社はそういう方がやっぱり進んでますね。ということはもうちょうど30分になりましたが、Q&A に入りたいと思います。ご質問ありましたら、お願いします。それが高橋先生に一回言われたのは、日本語をどういうふうに勉強したかというと、で、まあ、私は本当にその日本語を勉強する、旅が始まったかというと、まだインターネットとフェイスブックなかった時に文通友達がいました。ペンフレンズ、ペンパル、はい、そっちから私はもうドイツ人で13歳の時にもう片言の英語で、その日本人が片言の英語で手紙を書いて、たまにひらがなとカタカナで何か書いてもらって、あ、すごい、これ分かりたい。でも当時は Google 通訳とかもなくて、辞書で探しても分からないので、どうやって分かるのかなって思って、でも本当に市民大学、ドイツのそういうパブリックユニバーシティがあるんですけど、でそこの日本語の先生がいまして、で訳してくださいってその方にお願いして、でそっちからそういう動機が出てきたんですね。でそこを週に1回、その日本語の授業を参加して、で最終的に、けど日本語勉強できたかっていうとあまりできてないですね。やっぱり日本に留学してから、その完全に環境に潜ってから、もう逃げれない環境、誰も英語しゃべれない環境だったら、やっぱり少し上達できるものになったんですね。で3ヶ月後に日本語で、ドイツ人の友達と日本語で会話をした、夢で日本語で会話した時には、あ、なんかちょっと日本語を本当に完全に入ってきたなって気がしましたね。だから今はですね、提案としてどういうふうにもっと日本語を上達、したい場合は、今でも私はまだその日本語を改善させる旅が続いてるんですけれども、まずはもう情熱のあることがすごい大切だと思うんですね。やっぱり情熱が本当に日本本当に大好き、日本も本当に大好きではないと、多分うまくなるけどすごくうまくならないと思います。それは第一ですね。で、簡単に言うと、日本と日本語と恋に落ちるのが大切です。これは一番大切です。でその後はその環境作りですね。で環境作りを言うと、まずはいろんな、今オンラインでいろんな、アプリがある、iTalki、多分聞いたことあります。 iTalki っていう、 iTalki、 ちょっと これが日本語のもうキャジュアルな会話の先生みたいに、スカイプの上で、で、1時間5ドルからの、もうアマチュア先生なんです。もう本当に、プロフェッショナルな先生もいるんですけど、そこは値段はちょっと変わるかもしれないんですけど、そこで、やっぱりこちらも素晴らしい、先生がいらっしゃいますが、もっと個人的なワンツーワンの、でちょっと上達したいなら、これ多分おすすめします。でその以外に、これ先生レベル で友達でなんかヘロトークだったと思うんです。ヘロトークだったかな。でそこで友達作れるんですよ。でここにいろんな国、の人とまたスカイプで会話できるということで、練習できる、同じ興味のある人を選んで、例えばなんかアニメとか漫画に興味ある人だったら、こういう人を選べるということもあるんです。で私は今やってるのは、もう実は英語でもう
4年前ぐらいからやってるんですけど、去年からあのトーストマスターズ聞いたことあります？パブリックスピーキングクラブ聞いたことあります？聞いたことあります。パブリックスピーキング、やっぱり、人生で一番怖いのは死ぬとパブリックスピーキングですねというその2つがあるんです。私もドイツに、育てられて、アメリカみたいに個人的な意見を言うのは、あとは日本でも留学したので、個人的に意見をみんなの前で言うのはあんまり慣れてなかったので、だから今みたいにみんなの前で喋るのは5、6年前までに自分の会社を設立する前にはもう死ぬほど怖かったんですよ、本当に。だから私はなんでこんなに怖いってずっと悩んでて、何かやらないといけない、やらないといけないって思って、で最終的に大学の、私の大学の卒業式、私の、同僚ではなくて 5年後、私卒業して、あ、違う、10年後ですね、17年後になんかちょっと記念の、卒業式があって、でそこで呼ばれて、ちょっとあなたなんか日本の企業にも、仕事してるし、その、日本経済学も勉強したので、ちょっと語ってください、で、おし、よし、よし、やりますって思ったら、けど行った時にはわ怖いなって本当に思ったし、プレゼンはまあ良かったんだけど、すごい怖かったので、なんでそんなに怖いってずっと悩んで、で結局そのトーストマスターズというパブリックスピーキングクラブを、見つかって、アメリカに7年前にアメリカに来て、会社設立して、やっぱり今独立しているので、私のサービスと何をやってるかをもうみんなたくさんの人の前で説明できないと、なかなかなんか、この人スキルがあるけどあんまりなんか伝わってないというイメージが出てくるので、ちゃんとそういうスキルも改善させないといけないと思いました。ということはトーストで、ここはですね、もともとアメリカ出身の、クラブなんですけど、世界中にあります。で、いろんな言葉でもある、ほとんど英語なんですけど、しかし私は、最初の3年間はマイアミのトーストマスターズクラブに、行って、でオンラインになってから、オンラインだったら別にマイアミじゃなくても日本のトーストマスターズクラブに入れるかなと思って、で最初は英語の、日本の英語のトーストマスターズクラブに入って、なんで英語のトースト、日本語のトーストマスターズクラブもあるわけだから、今は日米、日本語と英語のトーストマスターズパブリックスピーキングクラブに入ります。でそこでどういうことをやってるかというと、スピーチを準備して5分から7分のスピーチを発表して、あとで評価するんですね。別に、スピーチをするだけじゃなくて、他の方がそのスピーチを評価する、でそれもリーダーシップにすごい大切なことだと思う。なんかポジティブな評価をして、で改善点をポジティブな形で伝えることは非常に大切だと思います。でぜひお勧めします。もう、自分の日本語を改善させたい場合はコスパ、この3つの、ウェブサイトがお勧めします。それ日本語の勉強の戦略に少し、説明しようかなと思いました。他に質問あります？はい、アホンさんの、初めて日本に住んでいたところで一番大変なことは何でした？ですね、一番記憶に残っている大変な経験は、学校に通学したんですけど、自転車で。で、家ホストファミリーから、別に自転車慣れてるよ、アメリカ人はやっぱ車乗るんだなって、僕はドイツ人で、全然、自転車は全然楽しくて、乗ったんですけど、私、方向音痴ですよ。わかります？方向音痴で、どこに行けばいいかわからない。Google マップもなかったし、地図、あの時はまだ持ってなかったね。もう大体ホストファミリー先のお父さんと 車で2回ぐらいその道、回ってたんですけど、自転車で初めてだったんですね。学校に行けたら45分、自転車で45分。高校に行けたんですよ。なぜかというと、同じ学ラン、同じ制服を着てた人を、あ、
この人だったら同じ学校なんだから多分同じ方向行ってるからじゃあ進めましょう。で学校まで行けたんだけど帰りはで住所も分からなくてで迷子になってで言葉も喋れなくてそれが一番大変だった。はっきり言ってもうショックでどうしようって本当に思ってもう本当にもう何に近かったね。だってもう何も言えない、もう英語でも伝わらないし、東京じゃなくて豊田市の結構小さな、まあ、名前でトヨタだから国際的なトヨタだけど、まあ、そこ行くと、まあ、そこまで国際的ではない、英語しゃべる人ほとんどいないんですね。でそこでやっぱり一番ショック受けて、いやもう二度とそういうことが行わないためにやっぱりできるだけ早く言葉しゃべれるようになりたい。やっぱりすごい日本語でなんていうかわかんないけど、多分一番嫌な気持ちはそのヘルプレスな気持ちですね。それが一番、でもまあ17歳だったので多分すごく将来的にすごくいい経験になったのは、その気持ち二度と感じたくないためには、もうどこまで今インターネットもあるので何でも学べるので、だからどこ行っても計画して準備して、やっぱり何も知らずにあじゃあもう行ってみようという形ではなくて、やっぱり自分をちょっと準備するのは非常に、まあ、自己啓発をさせるのは非常に大切ということですね。すみません長い答えだったんですけど、それは一番記憶に残ってます。小さい道とか難しいんですよ、ね、日本道がすごく複雑で道に名前がない。そうです、そうです、そうです、ね、アメリカは何々ストリートとか何々アベニューあるけど、そうそう、ないです、ないです。それ怖いです。あとその辺高校は畑ばかりで、畑からどこの出口に出ればいいか、ちょっとそこもね、そっちから前高校から畑に出るのは大丈夫だったけど、そっちからですね、そこで あれ、ね、こっちだったかな、あちょっとまた戻ろう、こっちだったかな、そう、まあまあそういう経験でしたね、うん、そうです。はい、好きな米国の会社は何ですか that you consulted or worked with？ うん、まずは私のお客さんが一つの、バックグラウンドは小松研究ですので、その生産関係なんですけど、マニュファクチャリングは私のバックグラウンドです。で今でもその生産関係の会社特徴コンサルティングをやっておりますが、もともと楽器、ミュージカルインストゥルメンツ関係、飲食業界関係、ソフトウェア関係という、会社、が、いまして、でなぜかというとお客さんの企業を分かるのは私にとって、簡単というか、お客さんがやっぱり日本を分かるまでにやっぱり時間かかるんですね。企業を理解してその方が楽ですね。こんな企業、まあもちろん生産関係、飲食業界関係全然違うんでなんですけれども、やっぱりやり方として日本に対して似てるところがあるん でその方が、バックグラウンドは生産関係なんですけど、ちょっと幅広く、対応してます。ですので、まあ先ほど言ったのは他にソフトウェアも言いましたね、で生産関係で、あ医薬品、そう医薬品関係、特に今ですね、がんの研究に関して、肺のがんの、研究に関しての会社がやっぱりすでにアメリカで売ってるので、その日本でも許可を取れるようにどういうプロセスが必要というコンサルティングをしております。だから、うん、はい、最近コロナがあるので、はい、たくさん会社では、オンラインミーティングがあるですよね。オンラインミーティングって日本とアメリカが違う点があるんですか？すごくいい質問ですね。まず日本でもともとコロナの前にオンラインミーティングは非常に少なかった。E メールでぜひ一度ちょっとお客さんと会うために日本に来日する前に本当に会うかどうかオンライン会議してもよろしいですか？あんまり興味ないという会社は多かったんです。本当に本格的に
我々と仕事をしたいなら日本に来なさいというあのメッセージが多かったんです。ですので、まあ、最近はそれがもっと簡単になりました。しかし、まだあの、まあ、同じ、状況が残っているんです。本格的に日本とあの仕事をしたいなら、もうフェイスとフェイスでやらないという、その信頼関係を作らないといけない。先ほどのリスク管理が、あの、のことなんですけれども、日本人が本当に、やっぱり何か問題が発生するときに、ビジネス相手はどういうふうに反応するか、本当に 100% わからないと仕事に入りたくないです。もう一つの例えなんですけど、あの商品を売りたい、このボトルを売りたい場合は、アメリカ人だと、あ、面白いですね、これいくらですかって聞くんですね。で、日本のお客さんの場合は、あ、面白いですね、他に誰が使ってるんですか、私初めてですか、値段まだ聞かないんですね。だからそのリスク管理が非常に大切ですね。で、やり方としてオンライン会議は、まあ、多分アメリカの会社も結構積極的に、まあ、予算どれぐらいあります、ネットワークはこれと具体的に結構積極的に質問するんですね。アメリカ人がその、まあ、マイルストーン作るためには、ね、日本人はもうちょっと、まあ、まず必ず会社のプレゼンから始まるんですね。日本人はただ話すだけで、アメリカ人いっぱい質問するのは大好きですね。質問して、で、やっぱりそこで、ああ、なるほど、わかりました、わかりました。じゃあ、まあ、一緒に仕事できる、できない。日本人はまず、はい、じゃあ、我が社は、1978年に設立され、で、そっちから始まるんですね。で、もうみんなが、アメリカ人はもう、眠っちゃうんですね。興味ないよ、そう。だから、我々にの問題に対応できるかどうかを、それ知りたいと。もう、すごい積極的ですね。日本じゃもう その辺がやっぱりフォーマルで、しかしそっちからあと日本の会社慣れてないのは、その積極的に質問をされるのは慣れてないんですね。私は購買プロチューシングで、前の会社で仕事してて、で協力企業さんが来るときには、はい、これを提案します、どっちがいいですか、でそれは日本のやり方ですね、日本の営業マンのやり方、もうあのこういう商品これあります、 どこがいい、どっちがいいですか。でアメリカのやり方が違って何も見せないです。あの現時点の一番大きな問題は何ですか、でそっちから始まるんです、アメリカ人の営業マンは。で、あ、なるほど、でもしこの問題が解決できたら何がボーナスとか何か出るんですか、うん、これとこれと次のプロジェクトもあのまた対応できるので、あのやっぱりいろいろ個人的なボーナスも出るし、もうチームも嬉しいだし、でということで、じゃあこの現状況、希望状況に行くためには何が一番困っていることですか。あ、一番困っていることは、あ、そうですね、あの、まあ、日本の代理店とコミュニケーションうまく取れてないというとかね、まあ、それ簡単に言うと、私アメリカ人に、売り込むときには、自分のサービスを売り込むときには、何が一番日本に対して困っていることですか。でそこでコミュニケーション、マーケティングわからない、SNS はどういうふうに使えればいいか、どんな展示会があるかということが、あの何をうまく、どういうふうに始めればいいかわからない。でそこで、あ、そういう問題があったら私対応できますよ。で、そっちからですね。で日本の営業マン、そういう質問を聞くのは失礼だと思ってるので、いつもなんか全部見せてるんですね。いや、私たちはこれをやる、例えばこれやりますよ、どうですかっていう形ですね。でその違いが一番大きいんですね、オンラインミーティングの中で。日本はやっぱりプレゼンテーションして、我々はこういう会社です。でアメリカの会社はもう結構積極的に質問、一番難しいハットは、敬語ですか。敬語の一番難しいところはですね、
多分難しいというか、まあ、外国人として正直に言うとあんまり敬語で失敗しても何も誰も何も添削とか言われないので、それが一番難しい。だから私個人的に一番困ってるのは、間違ったら後から教えてほしい。そうしないといつも間違ってるんですよね。みんなが、ああ日本語喋ってるけどちょっとおかしいんだなって、それが一番痛いんだよね、いつも。だからそれが一番難しい。難しい自体はまあ勉強するほどでまあなんとかなるんですけど、一回だけそのすごいフォーマルな、会議で、なんて天皇陛下ですか、はいはい、の、レベルの方がいらっしゃった時には、やっぱり事前にいろいろと、まあ、決まってる、また天皇陛下に関しての特別な敬語があるので、敬語で言うのかな、敬語、そうですね、それも敬語、天皇陛下の敬語も敬語ですから、なんか天皇なんとか敬語だったと思うんですけど、まあ、そちらにも教えてもらって、そこをまあちゃんと使ったんですけど、それやっぱりすごい緊張して、なんか決まってる言葉しか言わなかったんですね。だし、うん、そうだから、多分敬語はあまり気にしない方がいいと思うんですけど、多分後からなんか、例えば打ち合わせとか終わったら、もう、勉強か自分 の, 日本語を改善させたいので教えてください、どこで間違ってるところどこにあったんですかと相手に聞いた方がいいと思います。そこはもう遠慮なく積極的に聞いた方がいいと思います。でみんながいやいやけどうまいうまい、いやいや分かってるけど間違ってるところを教えてくださいと、ね、そういうそれをしないと多分何も言われないで、それが一番僕は個人的に一番困ってるのは改善点を教えてもらわないと改善できないんですね。多分もう完璧いやいやなかったと一つだけ翔太さん、あでも時間が時間が大丈夫か、はい、大丈夫です。あそうですか、はい、はい、じゃあ時間になりましたから皆さんエリさんに拍手をありがとうございます。ありがとうございました。みんな今日食材で、レポートを書いてくれるのおおすごいすごい